戸間小前市によりますと岩倉市長は昨日午後5時半ごろ出張先の韓国仁川国際空港に到着後入国審査を受けるために待機していたところ意識がなくなり倒れたということです空港内のメディカルセンターに運ばれ呼吸と脈が戻ったため空港外の病院に移送されましたその後病院の集中治療室で処置を受け今日午後精密検査を行うということです岩倉市長は 港ママ利用促進協議会のポートセールスのため昨日から10日までの日程で韓国を訪れていました。